ほら見て、メンバーやばくない？レイシーさんにツーブさんにレン君にめちゃめちゃ強えよこれ。やばい、レン君は礼儀正しいね。彼もね配信やってますから、皆さんね見に来てくださいね。5タイプ受けるならよろしくお願いします。かわいい。かわいいな。ということで姫プしていただきましょう。めちゃめちゃ強いですよ、このメンツはめちゃめちゃ強い。やばいやばいやばい、バグってる。やばい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 、こんな道路のど真ん中に。いやー多分このメンツだと俺1キルもしないで終わるんじゃないかな。ツーブさーん、ツーブさーん、ツーブさん。うわー、レン君が守っていく、強い。申し訳ございません。やった、やったぞ、ナイス。レイシーさんは普段から配信をされている、ストリーマーの方です。レン君はですね、そのレイシーさんのクルーメンバーで、彼自身も配信をしてたりしてます。癒しボイスがね本当にメロメロになること間違いなし、皆さんぜひともご覧いただきたい、一生に一度は見た方がいい、そういう少年です彼は。素晴らしいですよ。レイシーさんの言葉選びはまた面白い、独特でね、本当に見ていて飽きません。そしてツーブさん、元スカーズのチームメンバーでプロですね。今はですね、我がクランっていうか俺のクランではないんですけど、クランに入っていただいておりまして、一緒によくプレイさせていただいております。ツーブさんもチャンネルを作っておりますので、皆さんよろしければぜひとも登録して、ご覧になっていただければと思います。もうねこのメンバーだったら多分ね、本当だったらクラシック行きたいですけど時間もそうないのでね、ぜひとも見ていただきたい、ね、はい、かわしていく。前方に敵がいますね、やば。どうも。今の受けるな、うわ強っ強っ。こっちが1人やってる間にレイシーさん2人やってんじゃないですかこれ。クランメンバーの戦いも見てみたい、それはありがたい。クランメンバーにね今度声かけてみましょう。めっちゃレン君詰めてる。いや詰めすぎ、レン君。いや待って、この2人のさ連携やばないね。えもうさすがにずっとやってきてるだけありますね。見てください、この2人実はレン君が弟子でレイシーさんが師匠という、そういう関係性です。準備構えですね。もうバツ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 打ってる。誰を打ってるのか前方に敵がいます、ね、全く見えておりませんが、前方に敵がいます、ね、なんだかもうみんな楽しそうです、楽しそうです。終わった、みんな消えちまってる、見つけた時には消えちまってる。どうなってんだこのマッチ、わからないわからないよ俺。いやいいんですよそんな、もうやっちまってください、もう僕のことなんか気にせず。痛い、やっちまってるぜ、本当にやっちまってる。ナイス、さすがです。味方が強すぎんですよ、ここまでね強すぎるとさすがにやることない。はーい、テレテテ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 。ああ、いたぞーみんな、あそこにいる。マークドロケーション、レン君突っ込んでいく、突っ込んでいく、レン君が突っ込んでいく、レン君が突っ込んでいく。さあレン選手様子は見えないが、もうかなり敵の近いところをフライパンで倒していく。ナイス、ね、見たかったよフライパンでやってるところ、フライパンでやってるところレン君見してほしかったよ。あー終わっちゃった、ナイス。いやーこれは素晴らしい、いやこの絵、この絵やばない。あのパブジー好きな人からするとこのメンツでできてるっていうのがもう本当に素晴らしすぎるからスクショを撮る。はい、ただのファンでーす、どうもー。
さあということで第3回配信のルームマッチが始まりました。ということでこの配信初めてのデュオでの戦いとなります。はい、ということであっという間に埋まったのでおそらく移動はできなかったと思うんですけど、あの僕の相方がですね、これ恐ろしいことにクルーチャレンジトップ3というか、これこの間先日第2回配信で覚えてますでしょうか、ラグラジカル水木さんという方が参加してくださっていたんですけど、ラグラジカルキリンさんという同じチームメンバーのプロメンバーが参加して同じチームになってしまいました。ちょっと僕強いかもしれないですね。さあこのキメクマ杯デュオマップはエランゲル始まっていきました。さあキメクマ杯勝者はどうなるのか皆さん楽しみですね。うん、キリンさん割と大都市に飛ぶつもり。さあこれ石川の実力を果たして分かっているのでしょうかと、声を大にして言いたいところがあります。さあ一人の方がいらっしゃいますが、あ、ワンパ来てますね。ワンパプラス一人、まあ聞こえてないでしょうけれども、聞こえちの方、マッチロケーション、あっちの方、あっちの方、あー後から降りてきた。さあやっていきましょう。まあデュオということでね、かなりチームワークが大事とされますね。やばいよ俺、ミニとダブルバレルだ。だからもうレイシーさんが見たら、まあちょっとわかんないですけど、まあこれもミニにもすがるということでしょうねって言われそう。僕はうまく使えないからな、このミニという武器。あー止まりましたか。これね、今日 YouTube めちゃめちゃ重いんですよね。もうしょうがない、これはもうどうしようもない、どうしようもないのですよ。そう、これはねもう石川の力ではどうにもならないのです。Watch out. Enemies ahead. マジか。こっちもいるんすよ。Marked a location. Enemies ahead. めちゃめちゃ近いんやが、それ。怖。でもラグラジカルキリンさんとやるの初めてすぎて、初めてすぎてさ、どういうプレイングかわかんないんだよね。怖っ。怖すぎ。コマくん、ナイス。入ってきた。よっと、お疲れ様でした。はるかさんありがとうございました。完全に今キリンさん譲ってくれた感じだな、ありがとうございます。どうもついていこう。プロの立ち回りと動きっていうものを見せてくれますよ。これはキリンさんの動きすごいね、やっぱりかわいいね。いや違う違う違う、キリンさん違うでしょ。そうこう、わかる運転してくれる運転してくれるありがたいありがたい。あ、足ね、何回か前の配信の時に足がしびれてたまらなかったんですけれど、今日はねしびれてない、ただ足汗がやばい、びちょびちょ。今日暑くない？だってめちゃめちゃ暑いのよ。だからもうねすーげーね汗かいてる。キリンさん優しい。キリンさんも YouTube やってるのかな。これアーカイブ出すときはキリンさんのチャンネルも URL に貼ろう。青汁はねコンビニで売ってるあれが飲みやすいですよ、あの豆乳青汁。あれ僕レイシーさんにもおすすめしたんですけど、あのね豆乳青汁は甘みもあって、ね、かなり飲みやすいと思います。癖は消えてますね。開いてるけど漁られ後かな。なんで俺食らってんだろう。痛い。青汁はいいですよ。青汁はお茶みたいですしね。僕が飲んでるのは今普通のなんかあの豆乳とか入ってないコンビニのペットボトルの青汁飲んでるんですよ。がっつり青汁って感じの青汁、美味しい。うーんうまい、もう一杯って感じ。プロテイン、プロテインは飲んでますよ。今日も飲みました。配信の直前に納豆ご飯、ブロッコリーとキャベツのごま和えのサラダ、あとなんだっけ、
ナスの揚げ浸しプラスプロテイン飲みました。あ、いましたか。お、近い。え、めっちゃ近くないそれ。あ、本当だ。撃ちます。問答無用で撃っちゃいます僕は。プロのエイムの差を見せつけられるのだろうな、おそらく。俺いつも配信の時ここで戦ってる気がすんな。ダチア、あ、ダチアっていう車の種類があって、いわゆる皆さんが知ってるような普通の、なんだろう、セダンタイプの車、セダン、なんか普通の車で、なんかジープみたいなやつが上図ですね。あ、入りましたね。向こう入ってないですよ、キニさん。これラッキー。これはラッキー。なるほど。そう、あ、タクシーみたいなのがダチア。いや、めちゃめちゃいい。あ、なんか言ってたぞ。出てきそうなのでやりますか。あ、すごい、配信聞いてくれてるのか、まさか。ありがてえ。じゃあやりますかね。え、筋トレ動画、いや、実写はね、どうなんだろうか、難しいのだろうか、わかりません。今日誕生日の方、あら、そうですか、おめでとうございます。今日誕生日の方おめでとう、ハッピーバースデー、ナイス。別パだけ注意ですね。うおー、これはかなり初心者である私にも参考になる。そうですね、別パーティーが急にね飛び込んでくるのは注意しなきゃいけないところ。なんか最近さ、 YouTube でなんか芸能人の人の朝のルーティーンみたいなのめっちゃ流行ってますよね。そんなん絶対公開できないよ。別パ来た。Marked a location. こわ、アサルンヤ。お、 Marked a location。来ましたね。何しとるの、怖っ。あっちでやってくれる。あそこいるんすわ。詰めていいかな。うわっ、やばっ、あれやば、怖っ。仲間がいるだと。危ねえ、怖すぎ。あ、あつ森のサブクマちゃんの話ですか。サブクマちゃんはですね、僕もともとスイッチの本体をもう一台持ってたんですけど、それでいい武器持ってんな。やられた。おお、敵が行ったぞ。やばい。あ、そうそう、それでサブクマちゃんの話なんですけど、そっちの方でもう一個動物の森ダウンロード版を買って、そっちでアカウント作った感じですね。事前にあの洋服とか、あとうちの村の方の鏡で、ナイス。やばい、必死よこっちは今。
うわーマジか、うわラピスさんですよ、ラグラジカルキリンさん、あれラピスさんです。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。あれラピスさんっていうのが、彼もプロでしてめちゃめちゃ恐ろしいですね。乗せてくれ、ドリンクを飲ませてくれ。プロなのよ、怖いよね。え、うまっ。胡椒の呼吸、調味料の方。俺ラピスさんと当たりたくねえよ。リジェクトビッサリアかな、チーム名は。マークドロケーション、やった、抜いた抜いた抜いたぞ、ミニでやったぞ。連携が取れてきたやっぱマッチに出るのが一番長くなる秘訣ですね。やべ、怖っ。そうですね、課金ってあんまり意味ないですね、このゲーム。強くはならないんで。チームオーバーですね、あれ。キルパクでーす。めちゃめちゃ振りちゃう。あぶねー、ナイスです。やべ、なんか来た。Watch out! Watch out!一発当ててます。聞こえてないと思ってる。 Mark the location.木の量がすげえ。あー、アロン一人だけやん。おお、勝ちましたね、ナイス。いや、さすがキリンさん、さすがでした、すごい。キリンさん、どこだ。がっつりだった。これが、皆さん見てください、キリンさんの本当の姿。サングラスをかけ、ギリースーツをつけ、銃口をこちらに突きつけております。持っている武器はご覧ください、こちら416です。そしてつけているスコープはレッドドットサイト。そして持っている武器もう一つ、サブはウージーです。いやー強いですね。僕途中で AWM 手に入れたけど、何にも何にも使わなかったな。はい、ということでとんかつありがとうございます。ということで今日のルームはここまでとなります。ありがとうございました。皆さんご参加くださってありがとうございます。それではもしこの動画良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。さすがでした、バイバイ。